私であってとても楽しかったわ。寂しがり屋の私を優しく包んでくれた。人の巡り合わせとはわからないものね。そうよ、きっと神様が導いてくださったのでしょう。いつまでもいつまでもあなたと一緒にいたかった。それなのに、それなのにあなたは遠くへ行っちゃった。あなたは覚えてますか、二人で行った晩酌飲む長い長い石段を一つずつ数えて。そんな楽しいことも今は遠い思い出。いつまでも私の心にしまっておきたいから、お願いよお願いよ、きっと帰ってきてね。いつまでもいつまでも私待ってるから。それなのに、それなのにあなたは遠くへ行っちゃった。お願いよお願いよ、きっと帰ってきて。